はプリモ麻布乳がんクリニックの高橋典夫です。私は5月からこちらの方にお世話になっております。で、私はですね、今まで、大学病院が長かったですね。ずっと大学病院の形成外科の方で、仕事をしておりました。で、私が所属しておりました大学病院は美容外科を途中から始めましたので、それで美容外科を専攻するようになりました。そこでは主に大学の中では研究とか、臨床、それから、学生とか研修に対する教育なども行ってまいりました。その中で美容外科が大変やりがいがあるなと思って、それで、それを専門にしようと思いました。大学の方は、6年ぐらい前に退職しておりまして、その後はいろんなクリニックで手術をしてまいりました。で、美容外科全般の手術いろいろやっておりますけども、特によく行ったのが眼瞼の手術ですね。目周りの手術を結構、眼瞼下垂をはじめとしたそういう手術を割と得意としております。あとは、バストの手術ですね、包茎術や乳房縮小術とかあたりもよくやっております。だから、顔面の骨切り手術ですね、ベラを切ったり、それから、音がですね、顎先の手術とかも結構専門としております。で、今回プリモ麻布乳がんクリニックに転移があってお世話になることになりました。これらの手術をはじめとして皆さんの、なるべくご期待に応えられるような手術をしてまいりたいと思います。何かありましたら気軽にご相談いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。